やつ買ってくれたの。めっちゃ明るくなるよ。行くよ。待って。明る。なんかすごいんだってこれ。なんか3段階の色があって明るさをそれぞれ変えれる。みんなはどれが好き？すごいんだって。なんか丸いライトの中に携帯がボーンってある。すごくない？これでもでもちょっと丸の部分がちょっと大きいからちょっとだけ持ち運ぶにはちょっと向かないなと思って。大丈夫？これどれがみんな好き？目が悪くなりそう。分からん。まだやったことない。今回が初めての。でも目が丸くなるよ。すごい。これでもどんなに顔が死んでても明るい。分からん。みんながどれがいいか。3段階で1、2、3。でも明るさも変えれるの、こうやって。これが使ってみたかったってのもある。配信するのアンケート。みんな差分かる？まず分かるのかな。そう、明るすぎるね。めっちゃ暗いとこでやるんやけど、ここ別に普通に部屋だし。でも私の好みはこれかな。ほら、なしとありでこんなにも違う。でも1、2、3出たけど、マリンがどれが1でどれが2でどれが3か忘れちゃった。これよくね？これでいいわ。これ2？わかんない。これ1？なんて言った前さっき。忘れちゃった。わかんなくてもいいかもしれんけど、お母さんがなんか突然いつの間にかポチってきたから、ちょっと使おうかなって思って。今日は喋り方が男前？わかんない。でも家族が今部屋に誰もいないからかも。いたらちょっと気にしちゃう。だからいないとちょっと声を張ってしまう。多分お母さん買い物かな、わかんない。どっかいない。買った、帰ってきた。夜ご飯食べてないです。可愛い服ほんと。なんかさ、めっちゃリボンでっかくない？これまだいける？こういうの。顔よりでかくない？これ引いてるからか。めっちゃ大きいんだって。肩幅まではないけど、ちょっと脇のちょっと内側ぐらいけど、ちょっとなんかブリブリな色じゃないからさ、まだいけるかなって思って。バカリボン。バカなの？リボン？そう、なんか一時なんか突然1年前ぐらいに突然リボンが好きになったんだよね。わかんない、なんでだろう。頭についてなきゃ大丈夫。なんかこれ外れるんだよね。自分で外せるかな。怖いだ。怖い。アンピンでついてるから外すの怖いんだけど。自分で外せなさそう。あ、来た。外せた。見て。こういうことでしょ。あ、すごい。みんなが心配してくれる。大丈夫だよ。ちょっとこれあるだけ。
ってみんなが頭につけなければ大丈夫って言うから頭につけてみた。やばくない？顔並み、顔ぐらい、顔より大きいかも。ポニーにして後ろに、なんかさ髪の毛切ってからさなんか短いねん髪が。なんかポニーっていうポニーじゃない、あでもこうやってたらなんかに出てきそう。めっちゃ短いピンピンするのがすごい嫌だ。やっぱもう一回美容院行きたいな。なんかアイロンしたけど髪の毛アイロンしてるけど、あストレートアイロンでなんか跳ねちゃうから重くて、なんか多分この長さが跳ねやすいのにさらに重くて当たって跳ねやすいから、ちょっともうちょっと量が減らしたい。17歳じゃない、あショールームの年齢17歳になってるから、もしかして18歳です。 18 years old。 好きたいこの辺、おこの辺は まだマシ、この辺が多い。18歳になってる、わかんない、なんかショールームの自己紹介なんて書いてたか覚えてないあんま更新しないからわかんない。髪の毛染めてないよ、こういう色なんだよ。でめっちゃ言われた美容院でここだけ茶色いんだけど、なんかママもでここだけ茶色いんだけど、なんかインナーカラーみたいですねって美容院で言われた。わかるかな、なんかこの辺だけ茶色い、ここあここ茶色い。通じた、ずっとちっちゃい時からここだけ茶色かった。あそう、触覚も短くしたよ。なんか最近長いの嫌だなと思って、でも短くなりすぎちゃったからもうちょっとだけ伸びてほしいな。るーちゃんもそんなこと言ってた、ん？染めてみたい、染めてみたさもあるけど、でもこのこういうわかる、地毛が茶色、ここだけ茶色いのが消えちゃうと思うとそれはそれで嫌だ欲張りですね、決められない。だから染めてみたい気持ちもあるけど染めたくない気持ちもあるそうだからウィッグいいね、なんかそうだからなんかやっぱコスプレしてみたいな。たまにちょっと前に、最近してないけど一時期めっちゃコスプレ調べてた。でも一回かぶったよウィッグ、あれなんだっけ、何周年だっけ、SKE じゃない SKE か、 SKE の私が入った後だから9周年、いや8は違う、8はまだギリ SK 入ってなくて普通に劇サンシャイン坂行ったから9周年かなんかの時に、そうなんかウィッグかぶりたい人は かぶりたいって言ってくださいみたいな、えどうするみたいな言って、その時にノリノリだった人があと2人ぐらいいて、その2人とウィッグをゴッてかぶった黄色の。でもあの時はなんかすごい機嫌に満ち溢れてて、なんかわざわざお母さんが青いカラコン、なんか青いキャラクターだったのかな、目が分かんないけど、なんか青いカラコンもつけて、なんかすごいカラコンとウィッグだけ頑張ったメイクとかは特に何もしてないけど、何のキャラだったかも忘れちゃった、全然知らないキャラだった。あと2人一般人の女性の人とリンカさん、そうたまにその写真見るとめっちゃ笑っちゃうもん、面白い。渡したい、でもあの時はなんかこの中から好きやりたいやつ選んでいいんですよみたいな感じだったから、ウィグかぶることなんて考えずになんか普通にその衣装で可愛いなと思ったやつを選んだの。だから今度はちゃんとなんか
知ってるキャラクターでなんかね髪色とかも似合いそうなやつを挑戦してみたいですね。そこの中からやりたいやつ選んでみたいな感じで、多分候補やりたいっていうのが被ったらちょっと変えるねみたいな感じだと思う。第一第二とか選んだ、第三希望とか。いつから10時以降も配信できるようになるのか知らないマリンが知りたい。えだからなんかあんまりなんか浮かなさそうなのがいい。やっぱやるならマイナちゃんとかがいいな推しぶどうのマイナちゃんとかいい。アイドルだからアイドルのキャラクターぐらいならまあねなれるかなって鬼滅のキャラはちょっとガチ勢の方にちょっとクオリティが低いとか言われるのが怖いから無理ですね。本当そんなクオリティ高いのできない、何もしたことないから。そう無難なやつしたい、やるならだからそうね、やってもおかしくないようなのがいい似合う自信ないもん。でもねそうねコスプレのやつとか意外と、ね、お値段するから本当にやる気が起きないと無理ですね。エリピオさんは赤いジャージ着てあの髪の毛すればいいだけじゃん学校のジャージ赤だから、赤だったから坂本って書いてあるけど、それ着てあのちょっとなんかライン入ってたからそれ着てカツラかぶればいい。サイリウムはその辺にあるし熱盛やってるよ。ねずっとやってる。あれさっきまでスイッチこの辺持ってきたのにどこやったっけ。あったちょすごい反射しそう。ほら、あつ森じゃない、スイッチ。え、そう、なんか握手会があったらさ、そのみんなと制服着たかったのにさ、握手会なくないからできなかった。そう、スイッチ最初の方に買ったからさ、なんか番号とか書いてないよね。最初の方に買ったからさ、これなの色渋い。なんかさライトの方が軽いんでしょ。ライトの方が小さい。これ外でやるのちょっともうでかくて恥ずかしいから、そうライトいいなって思っちゃうテレビに繋いでやってる。え、その時に夜なんか気分ですね。よいしょ。そう寝転がりながらずっとやってるから、そうね寝ながらが多いね。すごい全然話変わっちゃったけど、そうなんかコーラルピンク、かわいいコーラルピンク、サンタさんにもらったの確か。いつもらったかな。 SK 入って最初のクリスマスかな。あれ違う気がする。2回目かな。あれ？うわあ危ねえ。ちょ、これさライト買ったのはいいけどさ、すごい不安定なんですよ。うわあ安定しなくなっちゃった。